じゃあどうぞこちらになります、はいはい、こちらが最新の 30G でございます。 30G ですか。武さん、3年前にアウトランダー、はい、初めて会った時の第一印象っていかがでしたか。そうですね、初めて、撮影の時ですけどね、はい、初めて見てまず第一印象はかっこいいなと思いましたけどね3年間お乗りになっていただいてアウトランダーのスタイリングでここがすごいお気に入り、この顔が好きっていうところとかそうですね、やっぱりまずフロントの部分、まずやっぱり、顔と言われますよね、はい、車のそうですね、その辺ですごくシャープですし、はい、精悍な感じがしますよね。第一印象で本当にそれを強く受けましたね。あと、はい、フェンダーの部分とか盛り上がり感、はい、ものすごくあるわけじゃなくてちょうどなんかこうさりげなくあるっていうのがシャープでかつそのちょっと筋肉質というかですね、ボリュームもあるという、はい、これ独特ですよね。後ろのスタイリングなんかはどうです？ですね、はい、全体のバランスもすごく、はい、僕はすごい好きな形でゴテゴテしてないですね。そうですね、いかつくない感じが、本当にスマートな感じで。どうです？3年間使っていただいてメーターの見え方というか、とても見やすいっていうのはまずありますし、シンプルですよね。余計なものがごちゃごちゃあるものではなくて、はい、大きく必要な速度計とタコメーターがバシッとあって、はい、それで真ん中にこまごましたものを集約させてもらってるんで、とても本当運転中見やすいですね。はい、ありがとうございます。今私もこうお邪魔させていただいてますが、はい、このどうでしょう、上下開閉式のテールゲートなんですけども、なんかここ座っても全然大丈夫なんですね。そうなんです、僕もちょっと重いんですけど座っても全然大人2人全然びくともしないですよね、はい、あとこのね上下開閉式のテールゲートなんですけども、ちょっと後ろまで狭いところの車庫止めても上下の分だけですね、ゲートが後ろまでそんなに壁まで近くても開いてしまう。そうですね、で雨でも寝下ろしができるので非常に便利ですよね。質問を一緒に確認させていただいたのですね、はい、で早速あちらにですね、はいはい、アウトランダー 30G の試乗車をご用意させていただきました。これですか。はい、次は今度 30G の方が。そうですね、ですよね、まず乗ってみたいなっていう思ってますけどね。ちなみにイメージ的には今度はどんなお色とか。そうですね、いろいろ考えて、はい、今までね、はい、ブラックに乗ってたんで、はい、ちょっと明るいというか赤とかどうかなと思って、外見をレッドメタリックにして。そうですね、が今第一候補ですね。そしたら中もちょっと明るくアイボリー系の、はい、ベージュですね。ベージュをガラッと変わりますね。そうですね、そうですか、はい、それでは試乗の方に参りましょう、はい、エンジンかけていただいて、はい、若干音も違いますね。そうですね、やっぱり3000になりますと特に走りもまた違いますね。早速ですね、今コースですね、ナビで設定させていただきます。それでは早速参りましょう。いいですか。はい、じゃあありがとうございます。いきます。はい、武さん、せっかくこれからもういざ第三景品に入ったんですが、はい、あいにくの雨ですね。降ってしまいましたね。でも今これ高速走ってますけど、はい、やっぱり24との違いというか、はい、感じますね。最初の動き出しとかで、はい、馬もそうなんですけど、違うなとか感じる時は結構あって、少し驚きに近いものがありますね。自分ですごく操ってる感っていうのは、もしかしたら 24G の方が軽さは感じるかもしれないですね。どっちもいいですね。本当に。あと僕たち騎手仲間と乗り合わせて競馬場に行ったりとか、はい、そうなんですか。そういう時はもう本当に5人乗ってトランクはもう荷物でもうたくさんっていう時もありますから、そういう時はやっぱりパワーのある車の方がゆとりを持てたりはするでしょうね。あと椅子の感じどうです、この包み込まれる感じ。そうなんですよね、割と なんていうんですか、そのホールド性っていうんですか。そうですよね、はい、がありますよね。これからじゃあベイブリッジですね。そうですね、やっぱりこういう、ね、ガラスが大きくて開放感があると気持ちがいいですよね。そうですね、 SUV なら、ね、はい、高いポジションっていうのもいいですよね。そうですよね、走りに関して言えば SUV っていうより、はい、もっとスポーツカーのような感じで乗れますよ ね、 おっしゃる通りで、背が高い車なんですけれども、レーンチェンジとかですね、はいはい、山道すごい安定した感じが楽しめますよね、はい、そうですね、はい。
タケさんいつも2駆と4駆は僕は基本的に4駆で走ってますね。僕の仕事柄牧場の方とか行ったり、雪が降るケースなんかも割と考えられるので。そうですよね。当然あの牧場までの道のりも全部舗装されてるところでもないところもありますもんね。じゃあもうまさにこのオンロードはこの SUV なんですけどスポーツカーみたいに楽しんで、うん、でちゃんとオフロードも走れる。そうなんです。ぴったりなんです。ぴったりですね、はい、使い方。パトルシフトなんかも結構お使いになって。そうですね。たまにあの、まあ、そういう、まあ、ちょっと気分転換というか、ね、ちょっと自分で操ってみようかなっていう時は使う時ありますね、はい、そうですね。これだけ大きいあのものを自分が動かしてるっていう感覚になりますからね、はい、そうですよね、はい、この辺からカーブがね多いですからね、うん、やっぱりこのアルミルーフついてて安定感があっても安心ですよね。本当安定感ありますね。初めてアウトランダー乗られた時にロックフォードオズゲートプレミアムサウンドシステムですね、はい、この音も聞かれた時はいかがでしたか？3年前。あの綺麗な音ですよね。あの本当に正直に思いますね。そうですよね。それがあのよく、まあ 人、 はいね、あの人を乗せた時にあすごく言われるんですよ。あ、やっぱりあいい音だねと、アウトランダー専用のチューニングもしてるのでサウンドの性能の一部というのもまた車の一部というので三菱自動車の車作りに今回取り入れさせていただいてですね、何か特別に自分でこうセッティングされたんですかって聞かれるんですけど、いやもう初めからですって言うとやっぱ驚きますね。そうですよね、はい、はい、じゃあこの辺で結構で、はい、じゃあお待たせいたしました、はい、竹さんちょっと今試乗していただいている間にですね、はい、ちょうどあのまず査定をさせていただいて、はいはい、それで竹さん市場の 30G、はい、お見積もり作ってまいりました。よろしいですか？はい、こちらでございます。はい、30G の車両本体に加えてですね、はい、こちらオプションが今までと同じあのロックフォードのものがついてナビがついたものですね。はい、あとは、このレザーシートですね、はい、はい、これも入れさせていただいて、でトータルの金額に諸経費、はい、この金額からですね査定がこちらでございます。ああ、はい、こんなに出るんですね、はい、3年乗ったんですけどね。そうですね、あの、はい、3年乗ってますけど非常にあの中古でも人気だそうなんで。あ、そうですか。はい、ということですね、あの 30G にした場合ですね差額こちらで、はい、ぜひご検討ください。そうですね、前向きに検討します。ありがとうございます。それでは高井さん、3年間ですねアウトランダーオーナーとしてですね、お乗りいただいた、アウトランダーの総合評価、はい、教えていただけますか？まず言えることは大変満足しているということですね。ありがとうございます。まあ、満足しているから今回もこうやって、また新たにアウトランダー乗ってみたいなと思って今日来ました。デザインなんか非常に気に入っていただいたりは、はい、そうですね、本当に初めて見た時にですね、うん、すぐ気に入りましたし、本当に第一印象すごくもう本当に良かったですから、はい、ありがとうございます。そうですね、もうデザインはもちろんなんですけど走破性もそうですし、あとはもう後ろの使い勝手のユーティリティとかですね、はい、あとは安全性、まあ、あと他のお客様でもあの女性なんか初めて車を乗る方なんかだと小回りなんかも非常に気に入っていただいてですね、はい、結構乗りやすいと評判もいいですから。そうですね。であとはですね、あの先ほどの査定の面においてとかですね、はい、そういう、コストパフォーマンスですね、全てにおいてトータルバランスに優れた、はい、SUV だと私も自信持ってお勧めできる一台ですよね。そうですね、本当にあのずっと乗ってて、はい、もう本当に不満がないというかね、まあトータル的にかなり、はい、優れた車だなと思いますね。竹さん、本日はどうもご来店ありがとうございました。ありがとうございました、はい、それでは最後にですね、本日ご試乗していただいた 30G の感想を教えていただけますか？はい、V6 のパワーを、実感することができましたし、まあ、本当に改めてねアウトランダーには長く乗り続けていきたいと思ったので、買い替えようと思います。ありがとうございます。